てるんじゃない、仙台から。余決戦だから。いやまだ全然空いてるね、向こうとか。本当だ。あんなにすごいラッキーじゃん、あそこ飛べれたの。でもある意味あんなに空けてとないこともあるんだね。うん、まあね。あ、もらえないんじゃないかな。もらいたいな。聞いてみようかな。結構大変だね、この坂道。めっちゃ可愛いリュック。めっちゃ可愛い。カエルだ。持ってきてない。うん、一口しかなかったから置いてきた。あの中は入れるんだよね、多分。あそこのグランドには入れない。入れない。フィニッシュのとこが2台空いとるけ、フィニッシュやってる。
こまで来るのがちょっと遠いんだね。ラジオ、テレビ。あ、ここはいいんだ。あそこまで来てくれるんだ、バス。それは楽ちんだね。乗る？どこ行く？ご飯買っといた方がいいのかな？まだまだ早い。すごい並んでるよもう。では早速松山市の方をお呼びしたいと思います。お話聞いてください。はい、ありがとうございます。今ね、ちょうどそれとか県民とかね、ここからから今お腹空いてないもんね。今ね。全然。でも買っとかないとお昼ご飯困っちゃうでしょ。どんなジュースだって。どうする？ポンドってこれか。ああ。まだ来てたらきついな。いや、まだいらんな。カメラ映っとこ。メディア。ここら辺全部食べ物でしょ。うん。公式グッズどこだろう。詳しく聞きたい方はあちらのテントの方にお越しください。です、ね、よろしくお願いします。はい、今日は一日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。戸部町の方でした。はい、続いては西洋市さんお呼びしてみましょう。はい、早速来ていただいてます。
声優です。おはようございます。どうぞ。マイクをもらいますよね。はい、ありがとうございます。まだでは個数の方もあります。はい、それがですね、実は299セット売れておりまして、残り1つここにあるだけになっておりますので、はい、先着今目の前におられる方、はい、ぜひぜひいる方、はい、どうぞどうぞどうぞ、どうぞ。最後の1つです。はい、ぜひ食べてください。美味しいトマトになっております。あ、ここでオフィシャルグッズ。はい、静止の方では静止は海から山まで、こんなのがあるの？日本の気候が全部出ているような、当たったらラッキーになっております。で、また海の方の方では秋葉原のカッパ祭りであるとか、浮かべの方もあるんですけど、これは一発勝負で映ってカメラ映ってる、映ってください。チケットの場合はこちらのレーンで行ったら大丈夫。なんかラッキー？買わなくてやっぱりね、スタンダンコだって。持ってる？持ってる。けるよねって感じ。はい、これはそこそこおるけど、メインですね。そしたらメインスタンドはこの通路をここ歩いていただいて行っていきます。で、1から9になってますね。また看板見て座席を探していただければ。ありがとうございます。とりあえず中で巡回しますわ。すいません。はい、通れます。すごいね。
どこに書いてある番号？上、左上。
き上がっていいのか。さあ、うん、引き上がっていいのか。皆さん応援ありがとうございました。そう、ホームゲームはみんなで勝ちに行く。皆さんの応援で FC の場に見事勝ち戦3勝ち取ることができました。今から選手はですね、サポートの皆さんに挨拶に伺います。席の移動も禁止となっています。ご自身の席でぜひ選手をお迎えください。
なんか、タンゴ君、どこに行ったのか、何だろう。